ピョンチャン五輪での奇跡の瞬間羽生結弦の生命がよみがえるその感動の理由を羽生結弦が2018年のピョンチャン五輪で金メダルを獲得しフィギュアスケート界に新たな歴史を刻んでから5年が経ちましたその偉業を振り返るにあたり私たちは彼の卓越した技術と精神力に感嘆しその影響力について考えずにはいられません羽生選手の演技は 単に技術的な素晴らしさにとどまらず、その背後にある努力と情熱が人々の心を深く打ちました。彼の演技が放送されるたびに、世界中のファンからの反響は大きく、その感動は色あせることがありません。ピョンチャン五輪での羽生選手の演技は、特に生命のプログラムが象徴的でした。右足首の故障からの復帰戦という困難な状況にもかかわらず、彼は完璧な演技を披露し、観客を魅了しました。 フィニッシュポーズの直後に会場から湧き上がった歓声は、彼の努力と情熱がどれほど多くの人々に影響を与えたかを物語っています。羽生選手の演技を見るたびに、多くのファンが涙を流すのは、その美しさだけでなく、彼の内面から溢れ出る情熱や決意が感じられるからです。五輪公式ツイッターに投稿された映像には、国内外を問わず多くのコメントが寄せられました。 日本のファンからは懐かしい永遠に色褪せない感動をありがとうといった声が上がり彼の演技がどれほど人々の心に残っているかがうかがえますまた海外のファンからも多くのコメントが寄せられ羽生選手の影響力が国境を越えて広がっていることがわかります彼の成功は技術的な卓越さだけでなくその人間性や努力の賜物であり多くの若いスケーターにとって憧れの存在です 羽生選手はこれまで数々の困難を乗り越えてきましたがその都度新たな挑戦に立ち向かい成長を続けています現在もなお彼の姿勢は多くの人々に希望と勇気を与え続けています未来に向けて彼がどのような新しい挑戦を見せてくれるのかファンの期待は高まるばかりです羽生譲るというフィギュアスケーターの存在はまさにスポーツの持つ力と美しさを体現しているのです 彼の成功と影響力を考えると私たちは彼から多くのことを学ぶことができます。例えば困難に直面した時の彼の不屈の精神や完璧を追求する姿勢は私たち自身の日常生活にも応用できる教訓です。羽生選手が練習中に見せる真剣な表情や試合前の集中力はどのような状況でも最善を尽くす姿勢を象徴しています。その姿勢はスポーツだけでなく 仕事や学業、日常生活のあらゆる場面で私たちにとって大切なものです。また、羽生選手が見せる仲間やファンへの感謝の気持ちも重要です。彼は常に周囲のサポートに感謝し、その感謝の気持ちをパフォーマンスで表現しています。この姿勢は私たちが人間関係を築く上で忘れてはならないポイントです。感謝の気持ちを持ち、それを行動で示すことが信頼関係を強化し、 より良い社会を作る一歩となるのです羽生選手の影響はフィギュアスケート界にとどまりません彼の存在はスポーツ全般さらには文化や教育の分野にも影響を与えています彼のパフォーマンスは芸術的な美しさと技術的な難易度を兼ね備えており多くのアーティストやパフォーマーにとってもインスピレーションとなっていますさらに彼のストイックな姿勢や挑戦を続ける姿は 教育現子どもたちに対して夢を追い求めることの大切さや努力の重要性を教える上で羽生選手のストーリーは非常に有益です彼の5周年を記念するにあたり私たちは羽生選手のこれまでの歩みを振り返りその影響力を再確認するとともに未来への期待を抱きます彼の存在は私たちにとって希望の象徴であり そのの挑挑戦戦は私たち自身の挑戦となります。羽生選手がこれからどのような道を歩むのかその一歩一歩が私たちに新たな感動と学びをもたらしてくれることでしょう羽生結弦選手の5周年は彼の過去の偉業を振り返りつつ未来への期待を膨らませる特別な節目となりました彼の演技は時を超えて多くの人々に感動を与え続けています これからも、羽生選手の挑戦と成長を見守り、その歩みから学び、ともに感動を共有していきたいと思います。羽生譲るというフィギュアスケーターの存在は、まさにスポーツの持つ力と美しさを体現しているのです。